ウィース、にわかでーす。今回は、ソマの5回目。前回ちょっと音小さくてごめんなさいね。キャサリンはサイモンにアークプロジェクトの行方の解明に協力してほしいという。彼女は彼の近くのコンピューターにアクセスし、その調査結果を報告するように頼んだ、かな。いやー、ごめんなさいね。直前にマイクの音量をちょっと調整してて、その結果、ね、音がちょっと悪くなっちゃったけど。なんかゲーム始めたていつもちょっとなんか画像が荒いというか。ああ戻ってきた、戻ってきましたね。でやめようと思ってたら未知の生物がやばいっていうことをキャサリンがちょいちょい喋り出すから、まあ今からその頭ピカピカやろうとエンカウントすることになるんやろうと思います。タワーはどうなったの？ドックやウェルカムセンターは？タワー？何の話をしてるんだ？ここはもう廃よ。カメラも静止したまま。すごくすごく変。あ、クリス、夜通し起きていたよ。寝るだけ時間の無駄と感じた。後ろでテレビをつけてあるんだが、キャスターが大晦日のカウントダウンみたいに隕石を報じている。お前がここにいればいいと思うのはおかしいよな。確かに生き延びるチャンスがあるとすれば、それは波の下にいるお前たちだろう。生きがいのある人生だ。そのまま無事でいてほしい。いよいよ大騒ぎになるぞ。衝撃波が届く前に送信した方が良さそうだ。お前のことを誇りに思っているよ、父より。本当にどうすることもできないんだな。隕石が地球を滅ぼしたんだ。残念だけど君たちはみんなここで孤立した。そして私たちは幸運な人だった。海底やから逃げられんからな。怖いよな。何してるの？気をつけてよ。やばくない？え？気をつけて、奴が戻ったかも。用心よ。どこやねん。どこやねん。どこやねん。キャサリン？何？いや、なんでもない。怖いね。曲がり角が怖すぎる。大丈夫、大丈夫。怖なんもない。はぁ、あ。トイレ？ああ、あれか。アチーブメント。拳で。ダメージ受けてんの？わからん。これはなんなんやろね。全然わからん。あ、もしかして電力を、シャトルステーション、ここに着く予定やったんか。ああ。こっちから来たんかな。こう。え、違うな。ちくら。え、いけんの。いけるし。え。暗すぎて見えんねんけど。いや、暗すぎやろ。ああ、行かれんか。よかったよかった。はあ、ここ戻ってるね、今。
ちから来て。いや、この割れが広がってたからさ。もう一回こう行って、こう行って、ああ、こう来たんか。で、こう行って、こっちが戻るとこ。こっちは？あ、キャサリン。あら？どう行ったらいいんや？こう戻ってるよな。ほら、戻ってないんか。こっちか、進むのは。ああ、またアチーブメント？じゃないか。取り終わったアチーブメントか？え、でもドア閉まってたしな。こっちで合ってるか。ファイルありそう。コンピューターを確認すればいいのか？ええ、アークに関する情報を得られるかもと。データ復元 R、アーク。意識調査インタビュー1、ロビン・バス。アークについては肯定的かしら？初めは無意味だと思ってたけど、そのうち入らない理由もないと思ったのはそうでしょ？2103年。だって自分の小さな欠片でも保存することが可能ならやるしかないじゃない。では賛成なのね。これは私たちにとってとても意味のあることだと思う。2103。アークに対するあなたの考えは？素晴らしいアイデアだよ。ようやくやることができたんだ。そうだろう？あなたはプロジェクトの可能性に前向くかしら。そのアークが宇宙に到達する確率については？絶対に成し遂げられるよ。一番の問題はすでに解決したんだ。俺たち全員をどうやってその中に入れるか。あとはそいつを作ってファイがまだ動くことを願うだけだ。そうだな、できると思うよ。ただ一筋縄ではいかないだろうな。マークさん、アークプロジェクトに対するあなたの考えは？あらゆる意義において実に見事なアイデアで、人間であることの意味について深く考えさせられる。そう思う理由は、基本を超えて表面を超えてより偉大な価値がそこにあると私は確信している。君はプラットフォームを提供したんだ。必ずしも電子上の子孫存続に制限されず、しかし真の生存を実現するプラットフォームをね。心の底から信じているよ。連続性という現実を介して私たちが生き続けられることを。アーク環境。そう、内部世界初期のレンダリングよ。ここよりずっと快適そうだ。アーク回路図面。わからんな。これ、ああ、ノースキャンの機械ってことね。2100いくらのできたやつやのになんであったのか。ようこそ、これを読んでいるということは無事にアークに入れたことを意味します。これがアークに入ってるんかな。この調査は開発者にあなたの主体的経験へのより良い理解と健康を改善する方法を知ってもらうために設計されています。このまま調査にお進みください。あなたの体調について教えてください。不変だ。活気づいている。より良い自分である。疎外感がある。人工物のようだ。ああ、人工物のようだ。あなたの精神状態について教えてください。孤立している。精神と肉体が離れ離れである。あなたの感覚について教えてください。予想通りである。普通だ。以前より繊細で自分の周囲に対して敏感である。閉塞感がある。感覚が麻痺しているよ。本来の感覚が一つかそれ以上欠けている。でもダメージは受けてるし、普通なんかな。あなたの新しい状態はどのような感覚ですか？好きではない。当惑するすべてがわざとらしい。憂鬱だ。当惑。もう厳密には人間ではないという事実、あなたは困惑させますか？
なんだか自分を失った感じがする。はい、自分の存在を惜んでいる。存続し続けられるどのような形態だろうと気にしない。いや、まあ惜んでそうやけどね。サイモンは、新たな自分の存在をあなたはどのように認識していますか。以前の自分からそのまま続いた存在である。人生の新たな一生のような、もう一度生まれたようで完全なやり直しである。完全に異なる存在であり、以前の私とは全く関係ない。以前の自分からそのまま続いたような存在であるかな。サイモン的には、あなたのこの新しい存在は生きるに値する人生だと思いますか。はい、以前の人生と同じぐらい価値がある。はい、ただ意味は少ない。この世界で新たな意味を見つけることができるかもしれない。現実と私の知っている物事からあまりに乖離している。あまりに乖離してますね。プロジェクトから外され、死を受け入れる方を望みますか。それはいいかな。あなたの回答は保存されました。参加いただきありがとうございます。アークチーム、アーク追跡機、スキャンするセクターを選んでください。アークに向かう調査機器を見つけた。あら、賢いよな。私が考えたのかしら。まだ動く。何があったのか本当に知りたいの。多分、少なくとも何か反応している。どこにあるの。待ってくれ、今見つけてみる。どうか無事でいて。アークがありません、アークがありません、アークがありません、アークがありません。お、来た。セクター内にアークを検出。スキャンするセクターを選択してください。近いね。こっちじゃない。近くなったね。はい、正解。この辺惜しい、惜しい。惜しい。あー、遠くなった。はい、正解。まだやるんかい。おう、一発。見つけたよ。タウって名前のセンターにある。そんな、まだ地球にある。しかもファイのすぐ近くに。あと少しだったのね。困ったわ。あの状態じゃ長くは持たない。持っても数十年、未来を築くには不十分よ。もし回収できたら僕らもアークに乗れるのか。可能だと思うけど、今の私ではどうにも。まあね、ラムダがここで。あーし、結構遠いけどね。僕が連れて行く。僕なら動いて飛んで泳げる。一応君はドア開け機のオムニツールの中だ。僕が君を持ち歩いて君が指示を出せばいい。危険そうだわ。そのうち運ばれるのは賛成できない。頼むよ、キャサリン。君が成し遂げたかったことだ。君の最後の任務だ。アークを打ち上げよう。深海に降りる方法を見つけないと。ハードスーツなしでクライマーに乗れない。おそらくシーターに行って、ダンバットがまだ動くか試すことになります。わかった。それじゃあシーターに行こう。どうかしら、かなり遠いわよ。キャサリン、周りを見ろ。他に何をすることがある。まだシーターまで動くシャドルが無事に残っているかもしれない。それはない。とにかく様子を見てみる。いざとなれば歩いていく。わかったわ。接続解除するわね。私を忘れずに持って行って。忘れないよ。これね、今から出てくるよ。敵が。どこに行ったの？早くお願い。目的が明確になった時に出てくるよ。それを阻害するように。
閉めとくか。私を持っていくのを忘れないでよ。見つけるよ。それ外してもいいか。待って待って待って、いいわ。ただ、必ずまたどこかで接続して。わかった。ごめんなさい。オッケー。いや、だってこのままバイバイなわけがないもんな。あいつが教えてくれんくなったから、来てるよって。いや怖い、いや怖い、いや怖い。ほら、から来るか。出たね。はあ、水が入って加藤も。キュリエ非常用小型艇用語な。ねえサイモン聞こえる？聞こえるよ。こいつを動かせないか。待ってやってみる。おお。大きな音出てますよ。おお。なんか探しに行くやつか。残念ダメだわ。やる価値はあった。このポットはキュリエから来たもので、ラムダとリスボン間を往復する船だったが、どうやらその残骸が近くにあるみたい。その中でこれと同じものを見つけられるかも。いい考えだ。セキュリティ情報だけ保存してオミニツールを更新しようか。ほらこれで移動が楽になるはず。助かるよ。よし、これをもう一回探すということかな。こっちは行けなくて、向こうから来たからこっちかな。こっちから来たんか。ラムダって書いてるから、こう来てこう行ったんか。じゃあこっちかな。おるね。いやでもあいつは緑か。相棒？おお。相棒。行こうぜ。このライトの通り進んでいったらいいんかな。これ多分トンネルよね。あのシャトルが通ってる。赤いやつがおらへんかだけ気をつけんと。いややば。見たあかんってやつ来た。すぐに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 。あいつ水の中もおるんかよ。マジかよ。暗くなった？追いかけてくる系ではないんか。ずっと視界に入れてたらダメとかそういうやつなんか。兄さん
おお、赤色。船やね。おお、敵じゃない。に通路をかざす。アクセス許可。開きました。はいはい。で、昔の船、沈没した船的な。階段かな。死が。いや、怖い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 。はい、上は何もなし、セーフ。こういってこういって、ガン来そうガン来そう。怖いな、ブチブチ鳴ってるもんな。こっちは何もなくて、こっち出た先が怖いよ。何もらね。よし、え、どこ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 、え、どこ、え？どこ？え？ダメやね。どこ？見え見え。消えたね。わからんかった。いや、わからんものは怖がりようがないね。まあ、でもあいつは時間が経つまで隠れときゃいいっていう対応が正解なんかな。急にヒュイーンってなるから、それがちょっと怖い。赤いねー、でかいねー。お、曲が、曲が、え、え、でかいのがあるよっていう、え、やばい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 、どこか分からんのにビリビリってなられてもな。こっから中に入れるっぽいね。どうやって上に上がるか。あ、これか。おお、早い。
海プラス閉鎖空間はやめてくれ。何かあるわけではないか。隠れるようかな、もしかして。誰か笑った？うん、外に出れた。来てはないな。上やね。いや、怖い怖い。大きい音が鳴りすぎよ。安全地帯っぽい。綺麗。え？おお、セーブが入った。よし、中に入った。まだ動き出しスポットを探そう。怖いよ。ああ、元気そう元気そう。エマージェンシーシャトル。あっちに行きゃいいんやな、じゃあ。いやけど怖いよ。いや、無音やめてくれ。あ、ハンドアームやめてくれ。赤い。赤い。やばそう。え、空は煙で真っ黒だ。海は暗い。信じられないほど暗い。遠くに陸が見える。ナビによればリスボンとポルトガルの沿岸だ。生命は確認できるか。どうぞ突破。あ、あいつや、あいつや、あいつや。ドアを開けはせんのか。え、嘘。開いてるし。ええ。わあ、めっちゃ近い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 。来てるやん。来てる、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 やばい。やばい。逃げられ。死んじゃう。死んじゃう。こいつを見てはいけない。見てはいけない。見てはいけない。走り抜けろ。うわあ。え？どうなってんのこれ。え？死んだんじゃないの？どういうこと？どういうこと？え？え？
どういうこと？ゲームオーバーじゃないの？負けイベ？これさっきのとこやね。見にくい。さっき喋ってたのはこいつか？ちょっと空は煙で真っ黒だ。海は暗い。信じられないほど暗い。遠くに陸が見えるな。によれば、あー来た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 。うおお。あ、やべ、積んだ。だけど、逃げろ。行けた。無理か。またおるやんけ、もう無理やん。どう逃げたらいいんよ。開けドア開けて閉めるしかないよね。よし、アチーブメント回収。前におるね。おう、開けてくるの君。うわー、横から行け、行けた、行けた。マジ？あー無理か。いやもうどこかわからん。こここれがさっきのとこで、どう行くのが正しいんかもうわからんな。ここは来たことないっぽいけど、来たことないね。あ、シャトルのとこか、さっきの。おお、走るから来た。なんかでも、あいつは即死じゃないんか。なんでやろ。追跡ロボットは殺しに来るけど、あいつは殺しに来るわけじゃないんか。何がしたいんやろ。まあでも嫌なもんは嫌やけど、追跡してくるし、なんせ避けられんっていうのがな、辛すぎる。エマージェンシーシャトル、ここ？あ、ここか。おい、来たよ。あ、今ん？何？あら、着いたね。こっちの方がずっといいわ。こいつを動かせるかどうかやってみる。
待って、何？安全ロックがポッと海保護会してる？冗談でしょ？これ以上の緊急事態があり得るの？船は海底に沈んでいるのよ。エンジン室に行って解決できないか見てくれないかしら。向こうかが何かできるかもしれない。外には怪物がいるんだ。ナンバーでみたいなやつが。なおさら早く脱出しないと。なんだって？ほら、ルールは知ってるでしょ？目を合わせないことと近づかないこと。回路を混乱させるから。早くここを出発しないと。分かってる、分かってる。今行くよ。なるほど。人体じゃなくてロボットに影響があるやつってことか、あいつは。こっちから来たんか。こっちから来て、こう来て、こう来たから、こう行けばいいんかな。あ、やばい。近いね。あー、近い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 よ。近い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 。うわ、積んでるハウスやん。おったね。来てる？こう来てるね。じゃあこう行こうかな。こう行って、こちらキャプテンユークルの皆さんに申し上げます。隕石阻止の最終努力失敗が確定されました。衝突は間もなくです。ああ、来たね。来たね、来たね。来たね、来たね。来たね、来たね。こっち？上じゃないね。こっち。ああ、行き止まり。積んでるハウス。いるねえ。よっしゃ、いけた。マジ神ってんで。でも絶対追跡してきてくるからな、あの距離じゃ。上かな。おお、全部抜いていくか。うう、壊れた。リアクター温度安定。え？なんかダメ？わかりまへんな。リアクター温度要点検。あれ？わあ、お前やん。そういう方立てをお進めください。あいつが来たね。ここや。
来た来た、よし決まった。ならここをさっさと出ましょう。まだ出ないのか。出発する前に水を全て排出しないと。もう少し急げないか。あとちょっとなんか背高くなってね。できた、行くわよ。何かに捕まって、どれどれどれ、何かってどれやねん。無限ラダーが詰まってるけど何とかできる。どっちに向かってるのか分かるのか。心配しないでナビに接続してあるから。シータに向かってるわ。もう数分で着くはずよ。さっきはもうダメかと思ったよ。どうやらクリーが破滅的な故障状態に陥るのをワウが防いでくれたみたい。でもどうやってんの。エンジンにあった黒い触手のことを言ってるのか。前にも後ろで見たよ。あれは何だ。あれはワウと呼ばれる不正常なステーション規模の人工知能が顕在化したもの。ステーション規模で巨大な敵を作ったわけだ。違う、そうじゃないわ。 AI に人格はない。私たちみたいに感じたり考えたりしない。もっと、もっとガンみたいなものよ。今の船か。あなたの妨害が予想以上に効いたみたい。衝撃に備えて。うわ、捕まってる。バカが私たちを最大から落とした。デルタに落ちなければ私たちは落ちない。着陸。